はい、おじでーす。さあ、今回はここにあるのが、プットミウス S28 です。でね、ミラーリングを試してみたいと思います。ここに楽天ハンドがあるんでね、この楽天ハンドをミラーリングしてみたいと思います。でね、このね、これだね、アンドロイドのミラーリング、このオレンジのやつ、これをね、開きます。そうすると、Wi-Fi がね、ミラーデバイスが S28 の、なんとかでいいかな、タブレット、Android 上に複数のデバイスを開いて S28 検索します。ちょっと待ってね。Wi-Fi どこにある？これかな？で、Wi-Fi で、これだ。ここね、S28、これだね。で、パスワードは？パスワード何？パスワード書いてくれてないじゃん。接続の事務所。パスワードは？ちょっと、パスワードって出てきてんだけど、S28。パスワードは？どうしたらいいの ?1,2,3,4,5,6,7,8 でやってみる？いけそう？ダメ？やっぱダメか。パスワード何これ？既存の準備をします。アンドロイドのディスプレイというのを検索して接続します。だってパスワード求められるじゃん。どういうこと？ほら、保存済みにされちゃうよ。どうしたらいいの？どうしたらいいの？保存済みってことは接続できるってことなのかな？承知。どうやって使うの？めちゃめちゃ難しいじゃん、これ。繋がんないじゃん。パスワードがダメな。パスワード何？だってこれに出てきてくんないとさ、だって簡単に接続できないじゃん。ちょっと探してみるか。マニュアル出して。いや、これはね、不親切だな。これは不親切だ。使いにくいわ。他のプロジェクターはちゃんと画面にさ、これを入れてって出てくるけど、大体でもジュレッチにさじこういう話なんだけど、ちょっとこれ、今ね、マニュアル用意してる。いや、これほんとね、意地悪だなぁ。生まれて初めて見た、こんな意地悪なプロジェクター。ちょっと待って、今ちょっとこれ今見てるからさ、こんな意地悪なプロジェクターがこの世の中に存在してるんだ。びっくりしちゃった。存在してるんだ。こんな意地悪なプロジェクターが。こんなに意地悪なプロジェクターあるんだね、世の中に。
スクリーンミラーリング、ああ、あれを使うのか。だって、Wi-Fi、Wi-Fi を接続してって書いてあるじゃん、だって。Wi-Fi って書いてあるじゃん、これ。全然違うじゃん。これは意地悪だなぁ。これは意地悪だ。これはびっくりした。これを、この誘導を見て騙されてしまう。結局、これじゃない。これは、してる。あ、消してないんだ。保存になっちゃってる。もう一回あれしたらもうウイルスと同じか。消せないんだ。これを。まあいいや。はい、こっからダウンロードして、でね、どこだ？これ、画面のキャストってのを押すんだよ。ね、本当にインチキだなぁ。で、ここで設定を押す。それで、ここで S28 を選ぶ。これで OK なんだよ。他のやつと同じ。ほら、ね。いやー、これね、マニュアルがね、マニュアルが意地悪だよ。これね、わざわざ難しく書いてある。なんでこんな難しく書くしあるんだろう。ね。はい。まあ、結構反応はいい方だと思いませんか？あ、ニュースが出てこない。ね。はい。こんな感じです。うん。ね。なんだ、普通のと同じだったら、いつもやってる手品、ミラク、あの画面はいらないね。あれは迷惑だよ、本当。はい。ということで、こうやってミラーリングできることが分かりました。じゃあね、次に、iOS 行ってみようか。iOS。ね。で、これで一回戻って、今度ね、iOS の場合は、これ、この Wi-Fi ミラーリングって書いてあるから分かんないんだよな。このね、で、どうしてこれも同じでしょ？これ見てると分かんなくなるから普通に他のでも触ったことない初めての人は困るよね。この設定を開いてこれね、でね、どこにあるのかな。難しいんだよ、ドクリンゴは。このエアプレイね、で自動にしてるけど、どうするんだろう。リンゴはね、正直難しいんだよ。おかしいな。この中にはないな。エアプレイって書いてあるんだけどな。エアプレイ行かないね。行かないね。だってここしかないもんね、エアプレイね。アンドロイドは簡単なんだけどなぁ。リンゴは難しいなぁ。もう全然わからない。アイゴンじゃのスクリーンミラーを開けて語る。スクリーンミラー？スクリーンミラーってどこにあるんだろう。スクリーンミラー、どこにある？そんなの。ないね。あ、新しい、これ iPad だからダメなんだ。iPhone じゃないとダメなんだ。そういうことか。iPad だから対応してないんだ。
ない。あれ？ない。あれ？どうだ？あれ？ない。ないな。ない。ないね。ない。ということで、ね、こっち側にもないな。ないね。昔 iPhone の SE3 を持ってたんだけど、つい最近も動画で撮ったんだけど、なんかね、誰かに持ってかれたかな。ね。なくなったんで、ちょっと、今回は Android だけにしておきます。ね。はい、終わります。なかなか難しいね、リンゴはね。Android みたいに簡単にいかないね。尊敬するよ、リンゴ使ってる人ね。はい、今回ここまで。じゃあね。